赤崎赤崎瀬尾赤崎家系訪問 TV。 うわー久々久々ですね。また来ました。ありがとうございます。さあ今回横浜家系ラーメン田中、あ千代田区神田三崎町ですかね。私も行ったことあります。ありますか。やっぱり水道橋駅の西口から徒歩3分ですね。はいはい、駅近ですけども、はい、まあ、神保ちょっとの間ですかね。あ、まあ確かに。はい、でまあ、あの店主さんなんですけど、中野の武蔵屋で修行されたということでね、はいはい、まあ、結構武蔵屋の系風を感じるラーメンということでね。確かに、はい、まあ、豚骨臭もあるということですごい香りますね。やっぱ水道橋ですからね、東京ドームめちゃめちゃ近いですから、はいはい、まあ、こちらのねチケット、はい、もしくはユニフォームを着て来店したら、うん、サービスがあるということで、うわ、で僕はこの日あのプレミア12、この時メキシコユニフォーム着てもいい。いやまあ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 、オッケーだね。まあ、メキシコであることは知ってると思うからね。そっちに行きますわ。はい、まあ、ラーメンとかね、まあ、いろいろありますけど、これは分かるかな、あの田中っていう名前の人と学生の人は自己申告か学生証を見せれば学割になるけど、じゃあ田中のユニフォーム着てけば。いやユニフォームはないんだけど。いや最高だけどね。しかもあと自己申告可能なんじゃない、学生証いらないっていう。あ、で僕はあのマルトグラーメン行きました。波、あこちらですね、固めで、であのこれね、いやすごいんですよ、あのマルトコラーメンの上にそのドームのやつで卵がサービスされてますから。あーそっかそっかそっか。でチャーシューがもともとロースがあるんですけど、太巻きバラチャーシューか、あこれがトルバスになるってことね。そうですね。でメンマとかも入ってますからね。はいはいはい、はい、でライスは無料ですよ、ね、これあの武蔵屋の系譜ですね。武蔵屋系だとね、で大盛りもできるし、はいはい、おかわりも無限できるってことで、いやいいわ。いやこれいっちゃいましょうってことで、学生に嬉しい、見たいですねこれはね。でスープです。これうわこの角度いいね。やっぱねあの特徴的な、はい、赤茶というんですかね、この。ああま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 あ。子供の濃厚なスープで、獣感が強いということですよ。なるほどなるほどなるほど。うん、いやー香るよね、香るよね。うーん。麺いっちゃいますか。はい。はい、まあ堺製麺です。あ堺製麺。まあ家系のね、まあ、吉村屋から始まる。まあ、そうですね。はい、まあ、ここもね例に入りますけど、まあ、でツルツルの麺だがスープがよく絡んでくると。はいはいはい。ということでね、あどうしました？いやまんま読まなくていいよ。いやいやもうちゃんとねちゃんと読みますよこれは。これ豚の骨そのものを飲んでるかのようにね錯覚しますこれは。そのまんま読まなくていいし、うん、よくわかんないし。いやいやわかります非常に。まあでこれねバラ肉、ね、あばされたやつねこれね。ああこれ珍しいね。いやしかもねスープがねものすごい染みてるんですよ。ああなるほどね。うん、でメンマこれ珍しいでこれ。あ家系であんまり見ないね。まあ、うん、なかなかね、うん、メンマ見つけて泣いちゃいそうなの。なんでなんだよ。どういうことなんだ一体。アニメの方ね。はい。あれ、はい、あちょっとアニメの方。後ほど調べてください。はい、後ほど調べてください。はい。味、は、玉、いはい、ね。いやものすごいあの絶妙な感じに似てるんでね。はいはいはい、はい、絶妙な感じ。絶妙な感じです。はい、それをもっとちゃんと言葉で伝えてくれ。いや絶妙なんですよ。絶妙なんで。でほうれん草、はい、絶妙です。もういい。出てきたんですか。あやまり温存してたんでスープがすごい絡んでるんで。染みてね。絶妙なのね。あでカッパね。あこれ美味しいんだね。やっぱね武蔵屋といえばご飯だよねこれね。そうですね。武蔵屋系といえば。しかもカッパ漬けも無限に。うん入れられるんで、まあ、僕もねこういうお店行くと先にご飯先飯って言って先にライス頼んで先にご飯から食べだすからね。マジで武蔵屋系ではそうだ、ね、そう言ってる間に終わっちゃったんですけど終わっちゃったけどご残念ですということですね、はい、いや美味しそうでしたよ結構。うんていうか行ったことあるから美味しいって知ってるんだけどちょっとね、うん、家系戦闘力はああなるほどなるほどなるほど。ちょっと悔やまれることありまして、はい、フランスパンにチーズが乗せてあるっていう。えヒタパンできるんですよ家系で。何それすごい。田中以外で見たことないです。いや、うん、だよね、はい、これ見たことなんで、はい、田中行った際は田中トッピング絶対頼んでほしいんですよ。ちょっと今からで動画追加してあ、そうね家系ライスの概念をぶち壊したわけでしょ、はい、いやそうですそうです家系パンそれを見たいのよ、うん、いや俺もそれ見たいのよじゃあ本当にヒタパンリベンジしたいんですよ。あお願いしますよそこは本当に。はい。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。